インターネットテレビビル増刊号、本日司会を務めさせていただきますさやです。どうぞよろしくお願いいたします。そしておなじみの浅香豊さんです。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、先日ですね、アメリカの新しい最高裁判事がですね、決定したというニュースがありまして、そうですね、で選ばれた方がアメリカ史上初の黒人女性の最高裁判事ということなんですけれども、この方がちょっとこうアメリカの闇を背負っちゃってるような部分があるということで ね、 そうですよね。今日浅香さんにお話伺っていきたいんですが、はいはいはい、ありがとうございます。はい、ですね、今回、新しくその最高裁の判事になった方はですね、ケタンジ・ブラウン・ジャクソンさんという、まあ、そういう方でしてですね、はい、まあ、アメリカの場合はどういう形でこう最高裁の判事が選ばれるかというと、もう基本ですね、もう最高裁の判事になるともう死ぬまで判事をやるっていうことになっちゃうんですけれどもね。そういう仕組みなんですか。はいはい、でただですね、まあ、スティーブン・ブライヤー判事という方が、まあ、今いらっしゃって83歳なんですけれども、うん、もう体力的に辛いからもうこの夏で引退したいわって言い出したわけですよ。なるほど、そうですね、ご高齢ですね。はいはい、でそれでじゃあ、まあ引退したいという意向を示されたので、じゃあ新しい判事を誰か選ばなきゃいけないねと。でこれを指名する権限というのはアメリカ大統領にあるんですね。はい、でそれで、まあ、バイデン大統領がですね、まあ、この方を、ね、まあ、素晴らしい方だからこの人を最高裁の判事にすべきだということ で、 でアメリカの上院に、これが上院がですね、公聴会開いて、あ、この人やっぱりいいよねっていうことで、はい、なったらまあ決まるっていう、まあ、そういう仕組みになってるんですけれども。なるほど、まあ、それでその上院に対して、まあ、提案をしたんですよね。でその結果として、どうなったかといったら、まあ、53対47という、そういう状態でですね、まあ、賛成多数ということで、まあ、この方が、まあ、新しい判事になることが決まったと、まあ、こういうことなんですよ。53対47って結構接戦だったのかなって感じがするんですけど、ね。ああ、そうですよね。うん、ですが、はい、実はアメリカの上院というのは今、まあ、想定数100名なんですけれども、うん、50人が民主党、そして同じ50人が共和党というこういう状態になっているので、はい、もし共和党がみんな反対するんだったら50対50のはずなんだけれども、53対47ということは共和党の中から3人ですね、ちょっと共和党を裏切って実は民主党の側に行っちゃったやつもいるという、まあ、そういう見方もできたりするような、まあ、そういう感じだったりするんですけどね。願ったやつがいたってことですね。願ったやつもいたと、はい、いやこいつ相当やばいやつなんで、よくこんなやつに対して願ったなと私はちょっと思ってるところもあるんですけどね。なるほど、はい、今回その反対も多かった理由としては何が挙げられるんですか。あ、そうですね、うん、ね、この公聴会でやり取りがいろいろあったんですけれども、うんうん、もうこのやり取りで、まあ、結構すごいことが、まあ、分かってきたりするんですがね、はい、ある女性議員がですね、まあ、このケタンジさんに対して、まあ、何を聞いたかって言ったら、女性の定義、言葉の定義、これを教えてくださいっていう質問をしたんですよ。はいはい、でそうしたらですね、このケタンジさんは何で言ったかっていうと、 I can't、 私にはできませんって、まあ、そういうふうに答えたんですよね。うんうんうん、うん、まあ、確かにその、まあ、質問自体がちょっと漠然としてるんですけど、これ女性という言葉の定義って言われると、うんうんうん、確かに、うん、なかなか難しくて、しにくいまあまあそうですよね、まあ、そういう側面もあったりするんですけれども、うんうん、このケタンジさんは言われていることが何を問題にされているのかっていうのはおそらく分かってたと思うんですよ。はい、というのは今アメリカにおいて、いわゆる LGBTQ とかっていう、ね、性的マイノリティと呼ばれているような人たち、はい、まあ、これらの人たちの扱いっていうのがかなりこう微妙というか、いろいろ問題にされるような、そういう、ね、社会に今なっちゃってるっていうところがあるわけなんですよね。はい、でそれで、ね、まあ、男として生まれたんだけれども、その私は気持ちとしては女性なんだから、女性として扱ってトイレも行くのも女子トイレに行かせて、シャワールームに行くのもね、
女性のシャワールームに行かせてってさらに言えばですけども、そのスポーツ競技とかをやるときも私は気持ちは女性なのだから、ね、女性の側で出場させてみたいなことというのがですね、こうわっと出てきてる。でこれに対してちょっと待てよと、それは困るよというのが、これ女性の側の気持ちとしては割と私は普通だと思うんですけれども、はい、そういうことがちょっと問題になってる、まあ、ここが問われてるんだろうっていうことが、まあ、分かっていながらそれには触れたくないと思ったので、彼女は、はい、I can't ということでもってですね、はい、答えたんだろうということなんですよ。やはりそのそういう答え方からして、うん、やっぱり LGBTQ の方たちに配慮するタイプの判事だってことは間違いないですね。もう民主党から出てきてる段階でもうそれはもう間違いないということではあるんですが、はい、まあより今回明白になったと、まあそういうことになるわけですよね。結構もうそれだけ厳しいんですか、うん、その世の中の見方が、うん、めちゃめちゃ厳しいですね。で例えばですけれども、最近有名になったところでいくと、まあ、水泳選手で、まあ、もともとは男性として生まれていながら、まあ、私は気持ちは女性なのと言って、まあ、女性をだと言って、まあ、言ってる方がいるんですよね。はいはいはい、ありましたね。はい、ですが、まあ、その人はですね、まだぶら下げるものはまだぶら下げたまんまであったりとか、はい、で実は私はレズビアンなのって言って付き合っている女性がいたりとかですね、なんだかよくわかんないよまあそういう方がいるんですけれども、まあ私女性なのって言ってその女性競技に出てですね、もう次々記録を塗り替えて、もう圧倒的な強さでどんどん勝っていくという、まあそういうことが現実問題として起こってたりという、まあそういうことがあるわけですね。でそういう風になっちゃったら、まあもともと女性として生まれて、まあスポーツ部私結構得意だからこれ生かしてね、なんとか世の中で頑張っていこうなんて思ってる女の子たちもいるけれども、彼女たちがいくらやっても、うん、そういう人に勝てないじゃないですか。そうです ね、だからこういうそういう努力をしてきている女性に対して、そのね、そういう LGBTQ のこういうことを認めるっていうことがどういうメッセージを与えると思いますかみたいなね、うん、そういうことを聞かれた時に、またこのケタンジさんはですね、それがどのようなメッセージを、送るのか私には分かりませんと言って、この問題に対して答えるのも、まあ、拒絶をしたという話なんですよ。なるほど。他にも問題点っていうのは結構この方あるんですか？あ、いろいろありますね、うん、でその典型例で言うと性犯罪の問題っていうことが あったりするんですけれども、はい、まあ、もちろんこの人が性犯罪を起こしてるっていう意味ではないんですけれども、はいはい、そうではなくてですね、まあ、この人は、まあ、これまで判事として、そのキャリアを積まれてきた方なので、性犯罪者に対してまあ、判決を下すということもあったりするんですけれども、でまあもうこれはね、その一応判決ガイドラインっていうものにのっとってみた場合には、もうね、この犯罪は懲役8年から10年だろうっていう、そういう性犯罪を、まあ、犯している、そういう人がいたりしたんですけれども、はい、この人に対して、まあ、どういう判決にしたかって言ったら、まあ、そのね判決ガイドラインなるものがですね、もういろんな点でもう時代遅れになっている、だからこんなものに従って判決を下すのは間違ってるって言ってですね、なんと懲役3ヶ月ということをやっているんですよね。でさらにですね、はい、まあ、これとはまた別の事件なんですけれども、なんと自分の姪、13歳の自分の姪に対してですね、これ強姦をしてしまったというとんでもないやつがいるんですけれども、こいつに対してもですね、なんと懲役5ヶ月と。おい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 っていう感じじゃないですか。それはまずいですね、うん、それまずいでしょう、はい、ところが今アメリカではこういう感じで、なんていうんですかね、犯罪者に優しいみたいなことがバン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 広がっているわけなんですよ。うん、ちょっと衝撃。しかもその、うん、ケタンジさん女性じゃないですか。そう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 です。だから女性なのに、うん、女性が性被害を、ね、うん、受けることに対して、うん、
この程度の判決で済ますっていう。でびっくりでしょ。びっくりです。ところが今アメリカはもうそういう空気の中に包まれていて、性的マイノリティに対してね、なんかこう少しでもマイナスになるようなことがあっては絶対ダメだだとか、それからそもそも犯罪者が犯罪をやるというのは世の中が悪いのであって、その人自身に罪があるわけではなくて、なんでその人に対して罪を問うのとか。あでも日本でもよく日米連の方とか、うんうんうん、よく、ね、言ってますね。そうでしょう、同じこと、はい、でそういうようなことをバンバン認めていて、今あれなんですよ、例えば何か犯罪をやって捕まりましたみたいなことがあった時にみんなでですね、ね、保釈金を募ろうと言って、で保釈金をみんなからお金バーッと集めて、はい保釈金払ったから OK ねみたいなことっていうのが、これがね運動として広がってるんですよ。でさらに言うとなんですけど、保釈金の金額とかっていうのがもう信じられないぐらいに安いんですよ、はい、5万円とかね10万円とかね、日本円で言うとそのぐらいの金額払ったらはい保釈とか、それも駐車禁止とかのね、そういうレベルですよね、うん、でまあ、州によっても違うっちゃ州によっても違いますけれども、まあ、ざっとアメリカの中においては特にあの民主党の強い州においてはですけれども、うん、その万引きとかやってもですね、まあ、日本円でいうと大体10万円ぐらい、10万円以内だったらもうね、あのいちいち逮捕しなくていいよっていうなんじゃらほいっていう、そういう制度までですね実はバンバン広がっているっていうぐらいに、ものすごく犯罪者に優しい社会というのに今切り替わってきてるんですよね。犯罪者に優しい社会ですか？めちゃめちゃ犯罪者に優しいんですよね。これでもそのアメリカ全体を覆っている、うんうんうん、まあ、ポリコレであったりとか、まあ、LGBTQ に対する過剰な、ね、反応というか、はい、うん、これなんでこんなことにアメリカはなってしまってるんですか？これってね、そのいろいろあるんですけれども、これはまあ皆さんからすればかなりショックかもしれませんが、はい、あのアメリカの今の社会っていうのははっきり言いますが、隠れマルクス主義者、隠れ共産主義者に結構乗っ取られてきているというのが現状で、あの BLM ブラックライブズマターっていう運動、あ、はい、あのご存知だと思いますよね、はい、あのトランプ大統領の最後の選挙の頃はものすごく、ね、その全米で暴れまくったみたいな、うん、あそういうことでも知られてたりするようなああいう団体ありますよね、はい、あれはね創設者が一応3人いたりするんですけども、この3人みんな実は共産主義者である、マルクス主義者であるっていうことを名乗っているような、そういう団体だったりするんですが、はい、この BLM がですね今アメリカで一番力のある圧力団体だっていう、そういうところまで上った上でですね、なんとこの BLM に対してその協賛金とかを払わないとかっていうことになると、お前の会社はなんて遅れている会社なんだ、社会的意識のない会社なんだと言って吊るし上げを食らうような、そういう状態になっているので、膨大なお金がね、はい、ここにはね振り込まれてくるんですよ。そうなんですか、はい、だからね、例えばですがアマゾンであるとか、ね、それからフェイスブックであるとか、ね、それからアップルであるとか、まあ、こういう会社はみんなですね、いや私たちはそんな差別意識はありませんからね、どうぞ使ってくださいと言ってお金をどんどん渡すみたいな、実はそんな状態になってるんですね。ほとんどゆすりですね、それ。いや本当にね、そうなんですよね、はい、でところがですね、これが完全にゆすられているだけかというとそんなことはなくて、はい、もうねアメリカの大学教育とかっていうのはもうそういう空気にずっと包まれた中にあって、うん、でそういう教育を受けてきた卒業生たちがそのツイッターであるとかね、アップルであるとか、まあ他にも大企業どん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 入って、実はそういう意識が割と一般化している、だからそういう運動に対して実は別に揺すられてるだけでもなくってですね、結構
支持してるという恐ろしい状態というのが、これが広がってるっていうのが、これが事実だったりするんですね。そうなんですか。はいはいはい、いやでも浅川さん、私も、うん、あのセックス・アンド・ザ・シティっていう、うん、あの90年代にヒットしたアメリカのドラマの最新版みたいのが最近公開されたんですけど、うんはいはいはい、もうそれこそあの彼女と呼んじゃダメとか、うんうん、シーと呼ばないでゼイゼイ、そうですね、ゼイですね、彼らと呼べというふうに、はいはい、その番組の中で当たり前のように出てきて、はい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 、なんかもう戸惑い、もう別物の世界を見せられてる。そうなんですよ。それでね、もともと女の子だったんだけれども、そのね、いや私は気持ちは男性なのって言い出した人がいたりしたんですけれども、はい、その子がね、その高校生の時に、うん、その子のことをね、まあ生まれながらの性であるのが女性だからということで C っていうことで使って呼んでしまったら、それが大問題になって、その呼んでしまった先生クビになるなんていう事件まで実は起こってたりするぐらい、本当にそういうのがもう広がってるんですよ、はい、驚くぐらいの世界として。やばいですね、はい、でそれに対してとにかく声を上げると、お前は差別主義者だっていう、もうそういう空気が満ち溢れてるから、うん、もう迂闊なことが言えないという、まあそれがですねアメリカなんですよ。だから私たちからすれば、なんか日本ってね、反日日本人がいて結構左翼が強くてとんでもねえなと、アメリカ頼りになるなぁなんて思ってたら大間違いで、実はそういう空気があって、その空気の中で選ばれてる大統領がバイデンさんで、でバイデンさんがやる政策ってなんかおかしいなぁって思うこと多いと思うんですけれども、私はね、そういうことを背景にして理解しないと、ああいう動きってよくわからないんじゃないかななんて、個人的に思ってたりするところがあるんですよね。はい、ということで、うん、今日本当に改めてアメリカの激ヤバ現状というのをね、うんはい、見せつけられた感じがしますが、はい、注視してね見ていかないと。そうですね、日本も気をつけよう。本当ね、うかうかしてらんないですよ、はい、このことってね相当重視しないといけないかななんてね思ってたりします。はい、浅川さん、わかりやすい解説ありがとうございました。はい、ありがとうございました。